こんにちは。トモホルンリンクルを一滴一滴見つめるバイトをしていた僕は、1日8時間雫を眺めておりました。すると現場監督のおっさんが現れ、バカ手を動かせというので、シュ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 と手を動かしていると、シャダシャガッキュン。こうして僕は頭皮から時折生まれる産毛をカウントする仕事に転職した。今日も僕は産毛の誕生を待ち、水をやる、見つめる、それが最高のコミュニケーション。日本童貞機構、本日もチャホでそうということで、今回は存在するのに誰も見たことがない CM や、ある事件に巻き込まれた女子学生の安否確認 CM、 見たら失禁間違いなしの CM、 放送終了後のテレビで流れた不可解なお知らせ、日本一心臓に悪い CM など、見たらトラウマ確定の CM を5本ほど、小学校の時にお母さんに買ってもらったランドセルを今も使い続けている僕がご紹介していきたい。ドロッセグ、いのちくん。いのちくんは日本の CM であるにもかかわらず、ほとんどの日本人が見たことがない幻の CM です。この CM は3パターン存在し、一つ目は宇宙人のような顔をしたいのちくんという小学生の男の子が在籍するクラスに可愛い女の子が転校してくるシーンから始まります。そしてその夜、いのちくんは花嫁姿の転校生と砂浜でイチャつく夢を見て、それから目が覚めると、いのちくんのズボンがもっこりと膨らんでおり、初めての経験だったのか、いのちくんはそんな自分に驚いて、ここで CM は終わります。イエース。そして2パターン目は、牛乳が苦手ないのちくんの代わりに転校生が牛乳を飲んでくれて、その後いのちくんがストローを加えて初めての関節キッスを経験するも、お腹を下してしまうというオチになっています。イエース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 。また3パターン目では、いのちくんが他の男子生徒と一緒に女の子の着替えを覗くシーンから始まります。そしていのちくんたちは覗きをしているところを厳しそうな教師に見つかってしまい、廊下に立たされてしまいます。それから廊下で転校生がいのちくんのことを冷たい目で見て、いのちくんがショックを受けるシーンが流れ、 CM は終わります。そしてこの CM は10年以上前に YouTube 上にアップされ、いのちくんのビジュアルが不気味だったり、 CM であるにもかかわらず女子学生の着替えシーンががっつりと映っていたため、一部界隈や反キリン組織ママ友猟友会の間で話題となりました。ただし CM では日本語が使われていたにもかかわらず、日本のテレビでこの CM が流れていたという情報がなかったのです。またこの CM は日本より先に海外のネットや SNS で話題になっていたことも分かっています。どうやらこの CM が認知されるようになったのは、かつて存在したyambold.com という海外のサイトで取り上げられたことがきっかけだったようです。そしてこの CM を見ただけでは、何の告知を目的としているのかさっぱりわからないと思いますが、実はこの映像は CM 風に作成された映像であり、そもそもテレビ CM ではなかったのです。ちなみにこの作品を手掛けたのは、日本を代表するアーティスト村上隆さんであり、いのちくんは何が未来の美しい人間なのかをテーマにデザインされたキャラだったようです。下場女子高等学校安否報告 CM。 この CM は画質や音質などから考えるに、かなり古く、まだ福くんがこれぐらいだった頃の CM だと考えられています。この CM ではまず、保護者の皆様へ、都立千葉女子高等学校修学旅行団はただいま全員元気に職業体験中です、ご安心くださいという文言から始まります。この時点で修学旅行中であるにもかかわらず職業体験をしているという点が気がかりですが、とりま続きを紹介していきます。この後映像には各クラスの出席番号が表示され、さらに番号の横には性別を表す記号が記載されています。ちなみに出席番号の横に記載されている記号はオスとメスだけでなく、バツなども見られます。あと大至急 L と G と B と T と Q を追加せよ、倍時代。それから最後に、親御様へ22時5分体験の様子を生放送しますというメッセージが表示されて CM は終わります。そしてここからは考察ですが、おそらく CM の冒頭で言っていた職業体験というのは子作り体験なのではないかと考えられています。なぜなら出席番号が表示されているとき、低い声でゴニョゴニョと喋っている声が聞こえるのですが、この部分を逆再生すると、母さん助けて
もうお嫁に行けないとなるからです。そしてこの説が正しいと仮定した上でもう一度出席番号の表を見てみると、オスやメスの記号は女子生徒たちが産んだ子供の性別なのではないかという説が浮かび上がってきます。また×という記号は子供が産めなかったことを表しているのではないかと考えることができます。さらに CM の最後に出てきた22時5分体験の様子を生放送しますというメッセージの体験の体の字は体という意味があるため、職業体験イコール子作りという説がワンピースの正体イコールワンピース説ぐらい濃厚と考えられています。ただし当然このような CM が流れていた記録はなく、千葉女子高等学校も実在しないため、この CM は 100% 創作で間違いないと言えるでしょう。そしてこの動画を見て寝れなくなった僕は祈りを捧げるため木魚三日三晩叩き続けました。ネット強盗 N。 今から10年以上前、パソコンのセキュリティソフトノートンの CM が怖すぎると話題になりました。この CM はインターネットを介して他人の情報や資産を奪う成宮博樹さんが演じるネット強盗 N が主人公で、 CM 開始直後ネット強盗 N が闇サイト行きやな、お前のパスワードも口座番号も簡単に買えんだよ、安い人生だなと嘲笑ってきます。気持ちいい。そしてこの時の成宮さんの犯罪者の演じ方があまりにも迫真的すぎて、視聴者からまるで本当に自分が言われているみたいといった声が安い人生界隈から上がりました。それからネット強盗 N が闇サイトを利用しながらこちらの胸ぐらをつかみ顔を近づけて、全財産巻き上げてやるよ一瞬でなと囁いて CM は終わります。またこのシリーズは他にもあり、次にご紹介するシリーズは成宮さんがネットストーカー N という役を演じていました。ネットストーカー N の部屋には女性の顔写真が無数に貼られており、ネットストーカー N は女性たちのパソコンにスパイウェアを送り込もうとします。そしてネットストーカー N は、君が見たサイトの履歴も君がキーボードで打った文字も君のアドレス帳も全部丸見えになりますとオタク感のある喋り方で語ります。それから最後に、逃げても無駄、ネットは世界中繋がっているんだからイヒーと笑って CM は終わります。そして先ほどご紹介したネット強盗 N の時と同じく、2パターン目も成宮さんの演技の完成度が非常に高いため、こちらもトラウマ CM の一つとして語られています。ちなみにこのシリーズは今ご紹介した2つのパターン以外も存在し、どのパターンも YouTube 上で見ることができるので、興味がある方は見てみるのもいいかもしれません。また IQ130 のネットストーカーキリンもキリン新参リスナーを地獄の底まで追いかけ回す予定なので、お覚悟を。しかしアフリカ語圏のキリンはローマ字が読めなかった。放送終了後に流れた謎の CM、 以前 YouTube 上にテレビの映像を記録した動画が投稿されました。この動画を再生すると、番組の最後に表示されるおやすみなさいと書かれたエンドカードと思われるものが一瞬映り、その後テレビ番組の放送終了後に表示されるカラーバーが映ります。それからしばらくの間、カラーバーが表示されたまま、有名なクラシック、パッヘルベルのカノンが流れます。そして、動画の終盤まで曲が流れ続けるので、このまま何も起こらずに終わるのかと思いきや、突然、名簿放送と書かれた画面に切り替わり、警報が鳴り始めるのです。それから、回収所の名簿に異常が確認されました、というメッセージが表示され、その後、飯村聖子、岡本慎介、岸川博重と、なぜか僕が小3の時に告白した給食のおばちゃんと同姓同名の佐川清美含む計10名の名前が流れ、以上の方は至急現場までお越しくださいと表示されます。さらに続けて至急お越しくださいと念を押すように表示されて CM は終わるのですが、もちろんこの CM は創作 CM となっていて、おそらく有名な都市伝説 NNN 臨時放送を参考にして作ったのではないかと考えられています。なお、ハロウィンの夜、渋谷行きの電車内で、バカ野郎、夜の挨拶は、こんにちはだろと切れるキリン仮面の仮装をした男が駅員に捕獲され、荷物置きに今も拘束中だとか。オートウェイ、雪道怖い。オートウェイとは、世界各国のタイヤをネット販売している企業であり、これからご紹介する CM は、オートウェイが販売している冬用タイヤの CM です。この CM は、真っ暗な雪道で車を運転する人物の視点で作られており、しばらくの間、映像は雪道を進んでいくだけで、特に何も起こらないのですが、CM 開始からしばらくすると、突然運転手が車を止めてしまいます。
そしてこの時車の進行方向をよく見てみると、道の奥に白い服を着た人のようなものが見えるのです。それからしばらく何も起こらず、 BGM も流れないまま数秒間経過するのですが、油断していると突然ボーンという衝撃音とともに、先ほどまで遠くに立っていたはずの女性がフロントガラスに飛びついてくるのです。この時はっきりと女性の顔は映らないのですが、スローにして映像を見てみると、女性の口が左側に裂けていることがわかります。そして運転手は慌てて車をバックさせて逃げ、その後真っ黒な背景に白い文字で雪道は怖いというメッセージが表示されます。さらに最後に先ほどの女性が冬用タイヤつけた?と書かれたメッセージボードを持って現れ、 CM は終わります。この CM は一見説明されただけでは、牛丼牛肉ネギ抜き汁なしくらいのシンプルさで怖さが伝わらないかもしれませんが、 CM だからそこまで怖くないだろうという気持ちで見ると、女性が飛びついてくるシーンで度肝を抜かれてしまいます。ちなみにこの CM はオートウェイが今から10年ほど前に YouTube 上に投稿した CM で、今でも視聴することができるのですが、想像されている以上に心臓に悪いと思いますので、心臓が弱い人はもちろん、ドッキリ系に自信がある猛者も音量を下げるなどして視聴することをお勧めします。童貞に抗体はないのだ。何の CM だそう。ということで今回こんな感じなんですけど、この動画を見てキリンを CM に起用しようと思った K から始まる某ビール会社は、ギャラはちゃんこ鍋プラス試合後の回し2本プラス高評価チャンネル登録ベルマークの通知登録の3点お願いします。また全力士は X もやってるので概要欄からフォローお願いします。また最近何やってるかわからんけど、多分どこかで切れてるであろう朝青龍は VTuber チャンネルで怪しい生放送もやってるので、概要欄からチャンネル登録してちゃんこを頬張ってください。最後まで見てくれてありがとうございました。終わり。愛犬者なんですけれども、マシュマロです。はい。金玉がかゆいはおかしい。正しくは金玉袋がかゆいだろう。金玉を直接書いたら大変だよなっていうことなんですけれども、おーなるほどね。あなたね、このキリンの金玉を見ても同じことが言えるのか、このキリンの超巨大金玉を見ても同じことが言えるか。見ろこの金玉でかいだろう。これはちなみに、YouTube でキリンさんの金玉って巨大キリンさんの金玉って検索したら出てくる動画にでこれが見れますので、よかったら見てみてください。めちゃくちゃでかいんで、はい、これを見たらそんなこと言えないだろう。めちゃくちゃでかいからなということでね、まあでもあるまあ皮膚が痒いけど、皮膚の中の方が痒い雰囲気の痒さの時もあるしね。だから金玉自体が痒いっていう時もあるんじゃないでしょうか。と、キリンの金玉がおっしゃっております。キリンの金玉を崇めよ。はい。バイバーイ。